matapos ma-knockout si Michael Dasmariñas, kinasahan naman ni Naoya Inoue ang hard-punching Thai boxer na si Aran Dipain. タイミングを見極めていますよね。ボディのリードパンチ一発でも重みがありますよね。そうですね。さあ、右かぶせてきます。下がらされてますね。ですね。いや、打って、プレッシャーかかってますよね。ボディから、もう一つ前手で二つ。左のジャブ一つ入れました。アランディパン。 先ほどは前手でボディーから顔面と2つつなげていきました。ワンツースリー、あともう1つ最後ジャブ、右のボディーから今度がボディー、それに合わせて左一です、ね、ストレートですね。<笑>ここもそうです。右アッパー、チャレンジャーのディパイン、右のストレート、すぐに圧力、ボディーです。ディパインが汗かいてます。右ワンツー、終わった。 ジャブ2つ出しました。しかし左のフック、ボディーだ。パンチです。ボディー、それに合わせて左。ガードはしっかり固めています。右のボディー。ワンツー。さあ、ガードが少し左下がりましたよ。今度、アイタ顔面にパンチ。ヒカキンさんも井上が操っているように、ちょっと見えますね。いやー、もうなんか何も心配いらないんじゃないかってぐらいの。そうですね、左フック。さあ、ここで決めるか、ヒカキン。 55秒あります。ワンツー、顔面ボディ。ディパインの攻撃は全く、これ一つ右入れてきた。さあ、ディパインも右はやっぱり強いようです。ボディアッパー、右のフック。思いっきり右振ってきます。ワンツー、白いコスチュームでホワイトパーティー、その中で赤いトランクスの井上に対して、チャレンジャーの来る、まだ心折れていません。ボディ、うわー、来た。レバー効いた。 アッパー下がる。左ボディでもダブル返してきます。さあ、火がついたか。チャンピオン井上倒しに来る。ちょっと表情変わった。左フック、ヒカキンさんチャレンジャーも来ますね。いやすごいガッツですね。アッパー、ボディ左、左がテンプル、左フック、パンチのスピード、ハンドスピードが違う。やっぱりディパイのトバスパンチは届かないが、ワンツー、残りが2分を切っています。左 追っていきます。ああ、ボディか。しかし前に出ます。いやー、根性あるな。苦しいところですけどね、出ます。ね、デパインもボディストレート、右のフック。ちょっとなんか左ボディ、左画面2つずつ、ストレートにつなげたストレート、左フックから右のストレート。しかし井上尚弥の左の目の下からも鮮血があります。白く染まる両国の国技館、2人の鮮血もあります。しかしもう圧倒的にプレッシャーかけ続ける井上尚弥。 のしのしと追っていきます。あとはどこでしょう。決に染まっています。鮮血に染まっている。うわ、この残り30秒です。左フック2つがまもなく10秒になります。アッパーからボディー。ボディーダブルで左です。井上もボディーアッパー、うわー、効いた。まさか飛び散ります。いや、しかしまだ打ち返してくる。いいですね。ボディー、うわー、いいボディー。 わあ、でも打ち返してきます。まあでも山中さん、井上選手は当然焦る必要もないし、全く強い右、焦りはもちろんないですね。はい、ディパイン選手も。どっちでしょう、あのデパインの攻撃を井上選手はもらってる攻撃はありますかね。はい、ガードはエルアランディパイン、ワンツー、アッパー右です。これしっかりアッパーからボディフック、これもガード。 ジャブ、うわ、右ボディーだ、来た、効いてないとアピールします。逆にこちらもボディ2つ出してから、うわ、今度すぐ返してくるチャンピオン。井上チャンピオン、です。左フック、テンプル捉えた、ボディ左2つ、今度右からまた左。これ細かいリズムを使いながら逃げるんですね。ジャブからストレート、ボディアッパー、 飛ばすしかないかもしれません。デパイン選手もでも上のガードも本当に高いですね。残り10秒切りました。第5ラウンドです。最後サマートレック11ラウンド、そしてスーパーフライ級の時の鉄板ボーン、これが10ラウンドまでいっています。強いですね。まあでもヒカキンさん、裏を返すとこれだけ長いラウンド井上選手を見て
今日はグラントスチャンです。パス持ち込んだ。ボディ、今度アッパー左ボディ。さあしかし容赦なし、井上追っていきます。ボディ見えています。井上ジャブ2つパンチもしながら、はい、さあ残りが10秒を切りました。第6ラウンドも残り時間少なくなっています。おお、井上出ます。放送席もみんな白です。ボディ左フック1つ返してきましたね。これは大きい強いパンチ、前を取ります。頭で入ってきます。ディパエン硬いガードからボディです。打ってこいと。ディパインはね、まあでもお腹効きましたかね、さすがに。まあ休ませてくれません。ディパインを井上のこの攻撃がアッパーも出してくる。まあ脅威の、まあ、普段はバンコクのジムで7人のボクサーと共同生活を送りながら世界チャンピオンを夢見る30歳です。うわー、ジャブ2つでガクッと動き止まった。ワンツーアッパー、いいですね、右のフック、効いた、バランス崩した、サイドフック、ボディだ。さあスルメ打ち、残りがまだ2分あります。左フックスピードが落ちた。チャレンジャー、今までのダメージもありますから ね、 ね、はい、右の右のフックです。さあ間もなく時間が半分になります。右2つからボディだ。いやーでも出てきます。アッパー、今度は角度を変えて左で顔面へのフックです。こちらも同じ攻撃返してきますが威力が違う。下げさせます。チャンピオン井上アッパー、フックを切ります。ボディカウンター、ダブル、右フック、右アッパー、右のフック、また右アッパーで最初はボディブロー。でもこういう島を狙って手も打ちたいですね。はい、そうです。うーだけ前に出続けるチャンピオン、ワンツーボディー、左右のボディ、さあ止まったか。またガード上がりました。ジャブを2つ3つ放って残り10秒、ボディアッパー、 EXB ワールドスピリッツフェニックスバトルのその PXB LBA IBF 世界バンタム級のタイトルマッチ第8ラウンドまで入ってきています。おお、いきなり変則的に飛び込んできたチャレンジ。これ山中さん、早いラウンドから口が開いているようにも見えたんですけどね。そうですね、出身という世界チャンピオンもいます、ボクシングの。今日も一つ出しました、チャレンジャー。ディパイン、ワン、ツー。打っていきます、ボディ。これちょっとヒカキンさん、井上選手のこう気持ちはね、ちょっとわからないですけどね、想像するとどう思ってるんですかね。いや、こいつな。これが1分になります。ワン、ツー、ボディだ。うわさあコーナーに追いつけるか。ワンツーアッパー、そしてまた左のレバーブロー、何発かあります。いや何十発も入っています。さあ追い詰めた。うわー、左吹っ飛ばした。ようやく左に取りました。ワンダウン、左のストレートでした。ちょっと目がうつろにも感じます、アラン・ディパエン。さあ第8ラウンドです。井上尚弥モンスター、左左フリー止めた。続けてたんですよ、その気迫とスタミナとパワーすごいですね。Matindi rin talaga si Inoue. Maganda nga sana kung makaharap siya ni Casimiro o di kaya magkaroon ng rematch kay Donaire. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan niyo po itong aking video, paki-like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede niyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.